で、何をすればいいの？本当に。アクシティ行こうにも行く方法がわかんないしな。発電所から行くとか。ちょっと待って、マップの位置推測する限りだと今白く光ってる点が入れるところだと思うので、でもそうしたらマムスの村、デウスの村、洞窟、発電所の4カ所しか行くとこないですよね。どうすりゃいいんだろう。っていうかね、ぶっちゃけ本当のこと言うとね、久々なんで忘れちゃいました。ヒーリング、まあでもいいや、ジャンプレベルが2になったから幾分行きやすくはなったかな。アウチ。あ、いけた。イエロー ID カード。なんやかんやで重要なアイテム手に入れちゃった。てか、みんな弱いな、本当に攻撃が。って言ったら、矢先に上がったぞ。ここの敵倒さないといけない系。一体んだけどこれ。なんだかな。無理だろうこれ。おお。てか、今なんかよくわかんないの下やっちゃったけど、こういうのできるの。いやいやいや、待て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 。仮にここ行くとしたら相当、ちょっと待って、どうすりゃいいのこれ。いやー待って、これきつい。無理じゃねえのこれ。どうすりゃいいの。参ったなー。さらに倒されるしな。どうすりゃいいのこれ。待ってよ。
無理なのか、これは。とりあえずいろいろ作っては見たものの、わからん。つけないといけないかな。イエローヘルメット買うか。それでどうなるのかどうかわかんないけど。サイコボート使ってねえか、外すか。うん、これで防御はちょっと上がりましたね。ESP もなんやかんやちょっと増えてはいるな。だとしても別に売るもんないな。強化すべきなのかな。マリア、せっかくなんで ESP 強化させる意味でも精神上げていきますか。